1896年のボルチモアオリオールズ。中央でスーツを着ているのが監督のネット反論。最前列右から二人目がウィリー・キーラー。最前列左から二人目がジョン・マグロー。ここでは、1882年から1899年にかけてメリーランド州ボルチモアを本拠地としてアメリカガソシエーションとナショナルリーグに加盟していた。 ボルチモアオリオールズについて記述する。1882年のアメリカガソシエーション創設に合わせてチームが作られた。最初の5年間は、うちリーグ再開が4度と勝てないチームだった。成績がようやく上向いてきたのは1887年からで、前年にノーヒットノーランを達成したマット・キルロイが46勝を、上げリーグの最多勝ちのタイトルを獲得し、 同年初めて3位にまで浮上した。その後チームは1889年シーズン終了後に一度リーグを脱退し、マイナーのアトランティックアソシエーションに参加していた。しかし1890年のシーズン中にブルックリングラディエーターズが解散したため、オリオールズはその穴を埋める形で再度リーグに復帰した。この頃は、 フィラデルフィアから移籍してきたセーディー・マクマホンが1890年と1891年の2年続けての最多小投手になっている。1891年を最後にアメリカンアソシエーションは消滅、オリオールズはナショナルリーグに移籍する。ナショナルリーグに移籍した1892年にチームの成績は46勝101敗と大きく落ち込むが、 同年監督となったネットハンドンの下でチームは徐々に再建のための戦力を蓄えた。同年にピッツバーグからジョー・ケリーを獲得、1893年にはヒュー・イー・ジェニングスをトレードで加入させ、1894年1月にはブルックリンとのトレードでダン・ブローザースとウィリー・キーラーを獲得する。 一方で1891年にデビューしたジョン・マグロウと監督の反論は勝つための様々な戦術を考案したことなどでそれまで長く低迷していたチームは1894年にナショナルリーグを制覇1896年まで3連覇を成し遂げるその後2年もリーグ2とその強さを示していたこの頃オリオールズに在籍していた選手からは あとに何人ものアメリカ野球伝道入り選手や監督が輩出されている。1898年、当時のオーナーだったハリー・ホンデル・ホーストは、球団運営でより高い収益を得ようと、ブルックリンスパーバスの株式を得て、経営に参加、オリオールズと2つの球団の経営を掛け持ちしたことで、オリオールズの主力選手が揃って、ブルックリンに移籍する事態が起きた。この時マグロウは、 ブルックリンへの移籍を拒み、翌1899年にオリオールズの兼任監督となる。マグローはすでに主力を失って弱体化したチームを引きリーグ4位と検討した。しかし一人のオーナーによる複数球団の掛け持ち経営が問題視されたことで、ホーストは同年を最後にオリオールズを解体することになった。当時二つの球団をオーナーが掛け持ちする事例は他にもあり、 ルイビル・カーネルズのオーナーだったバーニード・ドレイファスは1899年にピッツバーグ・パイレーツの経営に参加する際、主力選手をパイレーツに移している。またクリーブランド・スパイガーズのオーナーだったロビンソン兄弟も同様にセントルイス・パーフェクトズへ主力選手を移しに球団の経営を掛け持ちしていた。ただいずれのケースも、主力選手を失った球団はすぐ破綻してしまった。 当主、本類間が現在と同じ距離にルールが改定されて以降、初めての無安打試合。ありがとうございます。